と、あ、電気つけるんでごめんね。ナイスナイス。一緒一緒。また出したよ、この人。でかくないですか？こんにちは、爽快フィッシング TV の一国と大門です。今回は、ユーマ詰めの河川の方にやってきました。で、多分ベイト稚鮎ですかね。結構パチャパチャ言ってて、雰囲気的にはすごくいいんじゃないかなと思います。で、多分ルアーもちっちゃい方がいいんじゃないかなと思って、自分先発シャルダス14、これでやっていこうと思います。雰囲気ですね。いいですね。まあ、結構増水してます ね。ちょっと強い雨が降ったんで、ちょっとまあ増水してるんで、ウェーディングはまあ気をつけながら、そうですね、やるようにしましょう。増水時の河川は本当に危険なんで、万全のね注意を払って頑張りましょう。頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。深いからね。こんなとこで来たら面白いな。まあでもちっちゃいだろうな、さすがに。取れない。動画取れない。ちょっと待って。あ、取れる、取れる。OK、ありがとう。大丈夫、俺サングラスしてないからね。サングラスしてない。やばい。あ、ちょっと、よし、入った。おお。あ、暴れる、暴れる。うわ、結構パワフル。釣り大好きですよね。大好きになりますよ、こうなってると。いや、見てこのがっつりハーモニカ食いですよ。やばいな。横に SGO 鉄砲80。鉄砲80。このバカ濁り河川の中で鉄砲80は波動が、波動が
もうバイブレーション代わりですからね。確かに。で、シャローもあれなんですよね、ほんとブレーキがはっきりしてて、もうブレーキから上がったらもうめっちゃドシャローなんですよね。うん、だからバイブレーションも結構怖いんですよね。